はい、どうもこんにちは、ケンユです。今日はね、アボカドの木の継ぎ木というものをやっていきたいと思います。で、ちょっともうすいません、切ってしまったんですけれども、これね、ハス、と言われる、品種のアボカドですね。種から、作りました。で、以前ちょっと継ぎ木やったのがちょっと失敗してたのでね、ちょっと切りましたね。はい。で、ホギで使うのがこのピンカートンという品種のアボカドですね。これをちょっと継いでいこうかなと思います。はい。で、ですね、ホギのまず準備をするんですけれども、ここにね、芽が出てるので、この下からですね、継ぎ木のホギを作っていきます。で、45度ぐらいに、切りますね。はい、こんな感じです。見えますかね。ここの外皮、ピント合ってるかな、ピントはなんかうまい具合に調整してもらって大丈夫です。合わないで、ここの外皮のちょっと内側に、形成層っていうのがあるんですけど、 これですね、この、白と、この内側の輪っかですね。この、外生層、形成層、すみません、形成層っていうの、層から、養分とか水分がこう送られてくるので、要は、ホギと台木の形成層を、つなげたいんですよ。なので、この形成層がね、ちょっと多めに、取れるように、反対側も、少しだけ剥きます。はい、こんな感じで、何度もやるとちょっとダメなんですけど、いいかな。もうちょっと、すいません、ちょっともう一回やります、ごめんなさい。これ何度もやるとあんまりいかないんですけど、はい、まあちょっと こんな感じでいいかな。見えるかな、ピント合ってます、合ってない、こんな感じかな。一応ここ側から45度で切って、で、こっちは、薄くスライスしたような形になっておりますね。僕の顔があるからピントがいい、よしで、あとは、ちょっと使うのはここだけなので、ここから切っていこう。はい、ちょっと待ってね、ここなので、はい、ここ、はい、使うのはこれだけですね。本気で使うのはこれだけです。はい、見えるかな、何度も触るとあれです。で、あと台木の方ですね、台木の方も形成層だけを使いたいので、ちょっと外側のこのくらいかな、ちょっと切っていきたいと思います。僕さっき指切っちゃったんですよね、ちょっと慎重に、硬いな、このもんでいいと思います。はい、よし、大丈夫かな。はい、で、ここにね、ホギを刺していきます。よいしょ、もうちょっと切ろっか、手際が悪いな。こういうのね、ちょっとスパッと切った方がいいんですけどね、ごめんなさい。はい、で、ホギを刺していきます。こんな感じかな、よし、だいぶいいんじゃないかな。はい、よし、はい、あとはこれですね、メデールテープ。メデールテープはまあこれ伸びるので、継ぎ木用のテープですね。伸びるのでそんなに取らなくてもいいと思います、このくらいで。はい、まあ、要は形成層と台木とホギの形成層がきちんとこう合えばいいという話なだけなので、そんな難しい話じゃないです。はい、あとはちょっとメデールテープ、これ伸びるのでね、巻いていきたいと思います。はい破れた下手くそ、破れた、すいません、ピリッピリッて、しっかり巻いてください。
で、このメデールテープのこの、新芽の方からですね、新しくピンカートンの枝がこうニョキニョキっと生えてきてビニールを突き破ると思うので、まあ、このままで大丈夫です。で、このメデールテープはあの自然にこう分解されるのでそのままでいいですね。で、あとはちょっと雨よけを作ります。で、密閉するといかないのでちょっと傷をつけて、これですね、ビニール袋をかぶせます。はい、こんな感じではい、いいでしょう。これですね、ちょっと日よけも入れておきます。はい、よし、こんな感じで、接ぎ木が終わりました。ちょっと手際が悪かったんですけれども、はい、また接ぎ木をするときにもう一回撮ろうと思います。バイバイ。